清水周吉清水周吉8月から1967年8月5日は、明治末期から昭和にかけて活動した日本の官僚、実業家。定信官僚から実業会に転じて、東方電力副社長や四国配電社長を務めた。岐阜県出身。清水周吉は、1885年8月、岐阜県の田中清兵衛の次男として生まれた。 その後、清水康の養子となり、清水家を相続している。1910年7月、東京帝国大学法科大学政治科を卒業し、直ちに定心賞へ入賞した。翌1911年12月、高等官に異され、定心管理局事務官補に任ぜられる。以後定心事務官補、定心局副事務官、貯金局初期官などを歴任し、 1922年には、欧米に出張、帰国後定震局初期間を経て1924年、本省初期間となった。この間、定震局時代の1916年には、簡易保険実施に伴い、熊本定震局初代保険課長を務め、本省に移ってからは、 電気局管理課長を経て1927年7月有無局業務課長、県定震博物館長に就任した。1928年7月10日付で高等官二等に昇格し、定震初期官と製鉄処理時の兼任となるが、翌11日付で異岸によりいずれも、面官となった。1928年に19年間の定震完了生活から退いてからは、 実業界に転ずる。大田光弘氏の梱棒により、三重合同電機に入社し、取締役権支配人に就任した。同社は大田が社長を務める電力会社で、当時は三重県や徳島県を中心に供給していた。1930年5月、合同電機は、東方電力から四日市、奈良両支店、京阪電機鉄道から和歌山支店を引き継ぎ、資本金を 約2倍として、資本金7200万円余りの有力な電力会社となった。同年、清水は常務取締役に昇格する。支配人には、東方電力から転じた市川春吉がついた。1937年3月、合同電気は大手電力会社の東方電力に合併された。合併後の4月、清水は東方電力総務部長に就任し、 5月末の株主総会で取締役に選出された。同社では社長の松永康左衛門の信任を受けて、累進を重ね、同年6月常務取締役に進み、1939年6月には総務部長から営業部長に移動、1941年9月には常務から副社長へと昇格した。だが、翌1942年4月、 東方電力は電力国家管理政策及び配電統制のため日本発送電や国策配電会社へと設備を出資して解散した。1942年4月、東方電力を含む四国地方の電気事業を統合し、配電統制令に基づく国策配電会社四国配電が発足する。3月28日に開催された同社創立総会に際し、清水は 初代社長に選出された。これに伴い四国配電本社が置かれた愛媛県松山市に移住する。以来、太平洋戦争下、戦後を通じて同社の経営にあたる。この間、1942年4月から1945年5月にかけて日本発送電でも幹事を務めている。戦後の1951年5月1日。 電気事業再編成に伴い四国拝電は解散。日本初送電四国支店との再編によって新たに四国電力が発足した。清水は解散まで四国拝電の社長に泊まり、解散後の生産時には代表生産人を務めた。一方、新発足した四国電力では顧問となり、事業の第一線から退いた。以後松山にて隠居生活を送り、 その傍らで日本放送協会の四国地方、放送番組審議会委員長など、提審関係の仕事を引き受けた。1960年11月、電気事業功労者として、乱受報賞を受賞した。1967年8月5日、四国電力顧問在任のまま死去。ありがとうございます。